クラディウスは刀剣の一種、古代ローマ時代の軍団兵や剣刀士によって用いられた。刃渡りは5 0トルほどで、柄まで入れて7 0トルほどと剣としては短い。刀身は肉厚、幅広の両刃で、先端は鋭角に尖っている。形状としては一般的な剣より幅広な形をしている。材質には、 先鉄と軟鉄が混ざった状態の合金鉄材を使用し、両方の優れた特性を得て、それ以前の同サイズの鉄剣と比べ破損しにくく、切れ味が向上した。帝政ローマ後期には再び長剣に回帰し、もともと騎兵用の斬撃主体の剣であったスパタ、セミスパタがローマ軍不評の主力となった。日本語ではグラディウスの剣とも表記されるが、口実の通り重減である。 もともと、グラディウスは特定の種類の剣を意味したわけではなく、ラテン語で、剣一般を意味する語であった。古代ローマの兵士が用いたグラディウスとしてよく知られている形状のものは、ヒスパニア起源の剣で導入した際には、グラディウスヒスパニエンシスと呼ばれた。この形式の剣が、ローマ兵のグラディウスとして普及したのは、大好きピオが第二次ポエに戦争中に、 ヒスパニア遠征を行った際に導入したのが始まりとされている。それまでのローマ軍団では長く細い剣を使用していた。グラディウスヒスパニエンシスはその後小型化とともに改良され、刃渡り50センチメートルほどで曲線を描いた刀身が特徴のマインツ型グラディウスとなった。このマインツ型グラディウスは ドイツの都市マインツの近郊のローマ軍宿営地跡から発見されたためそう呼ばれている。また、ローマ本国であるポンペイでは、歯渡りがやや長く、形状も直線的になったポンペイ型グラデウスが発見されている。共和制ローマ初期の重装不評は古代ギリシアの重装不評と同様、小型の丸い盾と槍で密集体系を組んで戦った。しかし、 山岳地帯などで体系が崩れると脆くなるという密集体系の欠点がゲリラ戦を得意とする山岳民族サムニウム人との戦いなどで予定するにつれて次第にその戦術は変化を余儀なくされたその結果共和制ローマ後期や低政期の重装不評は全身を覆うことができる大型の盾で身を守り戦闘の序盤にはピルムと呼ばれる投げ槍の投敵でそれに引き続く 白兵戦では3回してグラディウスを用いて戦った。グラディウスによる接近戦では一つも行われたが、斬撃による傷の凄まじさが敵を繊維喪失に陥れることもあったという剣闘士の語源でもある。また、グラジオラスは歯の形状がグラディウスの歯に似ていることからその名が付けられたとも言われている。博物館に展示されるグラディウスの闘身とその差や、 ありがとうございます。